皆さんこんにちは。あなたは好きな女性から優しすぎてダメとか、優しいだけだと好きになれないと言われたことがありますか？大好きで大切にしたいから優しくしようと意識しているのに、優しいだけじゃダメなんて言われたらすごくショックですよね。そんなのわがままだ、強欲すぎると暴れたくなってもおかしくないと思います。ただ私も本当によく耳にするんですよね。新しい男性とデートをした後に女性が、嫌いじゃないよ、すごく優しいし、でもなんか違うんだよねとか、優しいは優しいけどパッとしないと話しているのを。優しいだけで何かが足りない、そう思われてなんだか思ったようにモテない男性陣は、結局何が足りないのという部分をきっと解明したいはずです。今日の動画では優しいだけの男性がモテない理由について詳しく解説していきます。最後まで見ていただいて、素直な感想をコメント欄にぜひ書き込んでくださいね。あなたの本音楽しみに待ってます。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。まずはじめに、誤解があっては困るので大事なことを伝えておきますが、モテる上で優しいというキーワードが必要不可欠なのは間違いないんです。どんな形でも優しさがあるから女性はあなたに惹かれます。ただ問題なのは、その優しさ以外に決定的な魅力がないってこととか、残念な部分が目についちゃうってことなんですね。世の中には幅広い性格の女性がいますから、なぜ優しいだけではダメと言われてしまうのかについても幅広いパターンがあります。これから細かく解説していきますが、あくまでも優しすぎる人が持ち合わせていることが多い要素という意味で聞いてくださいね。全部が絶対に全員に当てはまるものではありませんよ。1、意思がないように見えるから。優しいだけの男性は女性に遠慮していることが多いです。それに優しさがゆえに、君の好きなようにしていいよとか、君が満足するようにやってくれという姿勢でいることが多いんです。これが女性からすると物足りないんですよね。女性からするとこの姿勢は興味がないという姿勢と被ってしまうんですよ。僕には興味がない、だから君の好きなようにしていいよとか、僕はどうでもいいと思ってる、だから君の満足いくようにしてくれって感じに聞こえちゃうから、女性はそんな風にしか見てない人と一緒にいても楽しくない、その程度ならもういいですと気持ちが冷めてしまうんです。男性としてはそんなつもりじゃなくても、女性は勝手に操作してしまうんですよね。2、リードしてくれないから。優しすぎると優柔不断だったりしますよね。優柔不断すぎると女性に 100% 委ねてしまって、結果的に男性がリードするかっこいい姿を女性に見せられなくなります。俺のお気に入りのお店予約したから一緒に行こうとか、あのお店のアイス美味しかったから食べさせたいな、今度連れてくねというやり取りも女性はどんどんしてほしいんです。みんなに意見を聞いておいたから、俺が最終的に責任持ってまとめますとか、無理な時は俺に言って何とかするからというような、かっこよくリードする姿も見せてほしいんですよ。デートで行ったお店の店員さんに、想定外にどちらにいたしますかとか、どうしますかと質問されて、もじもじしながら、え、どうしよう、どうしたらいい、俺わかんないなんて言っている男性がいたら、誰だってショックですよ。私が決めるの、なんで一緒に考えないの、頼りない、逃げないでよと怒って、翌日から連絡が来なくなるのも目に見えてますね。3、全然頼ってくれないし要求してくれないから。とても優しい男性が気遣いをしすぎるってことはよくあります。でも女性は実は好きな人には頼られたいと思ってるんですよ。男性を頼りたいという気持ちももちろん持っているけれど、必要とされることにも生きがいを感じるから、お願いをされたりわがままを言われたりしても結構嬉しいんです。しかもその相手が好きな人ならなおさら。なのに優しすぎる男性は遠慮がちです。迷惑かけちゃいけないなとか、うざいって思われたら嫌だなと一歩引いてしまって、女性に対してあれこれ要求しませんよね。それが物足りないって思われちゃうことがあるんですよ。女性は好きな男性に少々振り回されても全然構わないし、むしろ振り回されたいっていう人もいるくらいです。男性の要求を満たして、この人の面倒が見れるのなんて私だけだよねっていう優越感に浸りたいんですね。4、特別を感じられないから。全員に同じくらい優しい男性は女性から
もっと特別扱いしてほしいと思われて、結果その要求を満たすことができずに飽きられる場合があります。こういう話が出た時に、特別扱いというものがいまいちわからないとか、そんな要求をされても困るなんて感じちゃう男性は、おそらく恋愛経験が少ないか、一般的に恋愛ってこういうものだよねっていう部分についての知識が少ない人ですね。人の愛し方も大切にする方法も人それぞれですよ。でも目の前の女性からもっと特別扱いしてほしいと言われたら、それはその女性にとって必要なことなんだから対応しないといけないんです。それに対応できないなら、その女性とは本当に合わないってことなんです。また多くの女性は、男性が他の人に極端に厳しくて自分にだけ優しくしていても文句をつけます。分け隔てなく優しい男性の方がいいと思ってますからね。だから他の人に向けて極端にきつい態度を見せるとか、非常識に失礼なことを言うような男性は当然論外なんですよ。ただみんなに優しくて自分を特別扱いしてくれないなら、それも違うと言われちゃいます。これはめんどくさいと言われてもしょうがないかもしれませんけど、実際にうまいことやってるモテ男がいるせいで、女性の理想や基準もどんどん上がっていっちゃうんですよね。5. 退屈だから。優しいだけの人は退屈だと言われがちです。確かに言われがちなんですが、私はしっくりきてません。そもそも退屈というのは本当に人それぞれの感覚です。例えば A さんならお笑い芸人さんみたいに場を盛り上げるのが上手い男性で満足するかもしれないけど、 B さんはそういうのが好みじゃないってこともあります。優しいけど退屈だからモテないという説は、偶然にも気が合わない女性に退屈だったという印象を持たれて、最後におまけで、まあ優しかったんだけどねとか、優しいのは良かったけどと言われてるってだけの話。あと優しい人だと他の人をいじったり、誰かをネタにして場を盛り上げたりしないから、それを退屈だと感じる女性もいるんだと思います。でもそれは悪いことでも何でもないし、無視しておけばいいだけですよね。6. 期待したギャップが見れなかったから。女性って気になった人には期待をしちゃうんですよ。例えばもっとすごい面白い一面があるんじゃないかとか、もっと男らしい一面が見れるかもとか、だからとても優しい男性にこの人好きかも、付き合えるかもと感じてデートをする場合も、常に理想のギャップが見れることを期待しているんです。ただその結果、これといって心が動かされることもなく、パッとしないで終わってしまうと、最終的に優しかったけどそれだけだったなって終わってしまうんですね。これは女性が勝手に期待して勝手に理想のギャップを求めているだけですから、全然気にしなくていいんですよ。でも見方をちょっと変えると大きな問題点にもなるって思いませんか？あなたが本当にゲットしたかった女性に対して、あの時一言勇気を出して好きって伝えていたり、勇気を出して電話をしていたり、勇気を出してグッと肩を引き寄せたり、そういう勇気を出した行動を起こせていれば、それだけでゴールは違ったかもしれないっていうことなんですよ。あなたがあと一歩勇気を出すだけで、ただの優しいだけの男と言われないで済むかもしれないんです。以上、優しい男性がモテない理由についてご紹介しました。6つのパターンを解説してきましたが、いかがでしたか？あれこれと説明しましたが、私なりにまとめるとこうなります。なんだかんだで女性って、本当に好きになった男性だったら、全然優しくなかったとしても勝手にそばにいようとします。 95% の冷たさを時折見せるたった 5% の優しさで満足させて耐えるんです。そして反対に、全然興味を持てない相手が史上最高に優しくしてくれても、どう頑張っても恋愛対象にはならない。これも仕方ない話です。優しさは間違いなく女性の心をつかみます。ただ結局はそれだけじゃないってことですよね。全然優しくしてくれない論外な男を好きになってしまって、毎日毎晩泣いている女性がこの世には大量に存在します。それが現実です。ただそんな女性たちに、優しいだけでモテないなんて言われて振り回される必要は全くありません。皆さんはこれからも堂々と優しさはそのまま大切にして、さらに自分磨きしていってください。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。